なかなかね取れないっていう状態だったんですね。とりあえずまあ辛かったんで、まあお医者さん行ってちょっと辛いですって言って、でお薬もらったんですね。でまあお薬のおかげでいつもよりね全然眠れるようになったんですけども、でねそのお薬を処方お医者さんがじゃあこれ出しときますねって言って出してくれた時にまあちょっと変な夢見ますけどねって言われたの。マジでありえないぐらいね変な夢を見まくっててでその悪夢っていうのがさめちゃくちゃリアルなの配信に大幅に遅刻したり、配信の中でなんかやらかして謝罪配信みたいなのをしてる夢を見たりとかしたの。嫌じゃんすごくいや謝罪配信とかめちゃやばいじゃん、やらかしてんじゃん。自分が謝罪配信やったかどうかを確認したのいや確認しないといけないくらいリアルなんだよやばくない思った以上に嫌でしょ